3年契約の最終年を迎える立浪和義監督54に対する風当たりがいよいよ強くなっている赤いハートセクシーすぎる赤いハート中日柳が一目ぼれしたという超絶美人妻のウェディングドレス姿を見る昨14日は神宮でヤクルトに延長11回のさよなら負け再びヤクルトと同率最下位に転落した 足早にグラウンドを経由してクラブハウスに引き上げる立浪監督に SNS 上では、やめろ。などと、強烈なヤジが飛び交った。立浪政権下で3年連続再開も現実味を帯びる中、グラウンド外では、ポスト立浪をめぐる争いが加熱しそうだ。次期監督候補には、球団 OB で侍ジャパンの井端博和監督、49、井上和樹二軍監督、 53の名前が上がっているが、地元の名古屋ではここに来て、第3の男の存在がクローズアップされているという。中日、楽天で本塁打王を獲得した山崎武史さん、55です。とは、球団 o b 中日では星野仙一監督時代、立浪監督と並ぶチームの顔として活躍。楽天時代は野村克也監督の訓導を受けた。 コーチ経験はありませんが、兼ねて指導者として中日のユニフォームを着たい気持ちは強い。7月25日にバンテリンドームで行われた中日 OB 戦では OB 会副会長という立場もあり、先頭に立って参加の呼びかけなどに尽力。球団史上初の OB 戦の実現にこぎつけた最大の功労者と言われています。近藤博士、矢沢健一氏らレジェンドが大集結した試合は、 1 8565人の監修が詰めかけ、大盛況に終わった。山崎氏には参加した OB はもちろん、主催の中日新聞社も大いに感謝。監督就任への意欲の表れ、と見る向きもある。山崎さんは現役時代、ナインが山崎派と立浪派、でに分していたといわれるほど、良き兄貴分として後輩選手から慕われていました。 200勝投手の山本昌さんとは古くからの盟友です。その山崎さんは立浪監督就任後、メディアで監督に嫌われるかもしれないとしつつも立浪監督に対し、度重なる選手への直接指導の自粛を求めるなど、歯に気抜きせぬ発言でファンから一定の支持を得ています。どう、ここに来て存在感を示す大物が、ポスト立浪、争いに加わるか。 本文中にもあるように立浪監督への風当たりがますます強くなっている今何が起きているのか「黒丸関連記事もっと読む」ではそれらについて詳しく報じている